どうもシュートです。さあ今回もフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はですね、まあ、今後復活したら必ずゲットしておいてほしい、保存しておいてほしいフォーメーション、もう今の環境でもちょっと使ってみたらめちゃくちゃ強かったんで、ちょっと今一度紹介していこうかなと思います。まああんまりね、僕自身現在取れないフォーメーションっていうのをその使ってレート上げとかは、まあちょっと持ってない人にも参考になりにくいかなっていう部分もあるし、あんまりやりたくないなっていう気持ちはあるんですけど、やっぱねこのフォーメーションめちゃくちゃ強いし、まあ攻撃枚数的にももちろん環境に適してるし、今回はまあスカット紹介、メンツどういう風に組んだらいいのかっていうのも軽く解説していって、もうプレイ集ばっかりですね、試合通してどうやってこのフォーメーションで点を取ってるのかっていうのをいっぱい見せていこうかなと思いますけれども、まずそのフォーメーションというのがこちらの 4-1-3-2-3-OMF ですね。まあちょっとメンツはねえげつなくなんか課金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 って感じですけど、まあまあポイントポイントさえ押さえとけば、まあ別にこんなにメンツ揃ってなくても全然大丈夫だとは思うんで、まあ、まずどういう風に組めばいいかだけサクッとだけ解説しておきますけれども、まあ、まずディフェンスラインとかは、まあ、自分が持ってる強い選手を置くべきで、まあ、1人攻撃的にしてますけど、まあ、別に両方守備的でもいいかなって感じはしますが、で、まあ、DMF ハードプレスのビエラ置いてますけど、まあ、たまに守備安定させたい時はもうアンカー置いてますかね。ここはもう前からはめたいかガツガツ奪いたいか、後ろでしっかり引いて守りたいかによって、まあ、プレースタイルは変えたらいいのかなと思いますね。で次に OMF、 まずサイドちょっと言っときますけれども、サイドの OMF に関しては個人的にやっぱ利き足サイドにおいてダブルタッチとアウトスピン持ってて、まあ、クロスとかゴロのパスもしっかりいいの折り返せて中切り込んだ時にアウトでしっかり打てる選手っていうのを置いてる感じで、まあドリブルスピードもめちゃくちゃ高い選手の方がいいかな。では別に利き足サイドとかこだわりがなければ、こういう無料配布エピックネイマールとかも、まあ、抜け出して特殊ダブタでコンカとかっていうのも決めれるんで、まあいい無印 OMF になってくれると思いますね。でまあ何よりこだわってほしいのはここに無印 OMF を置くっていう部分ですかね。今カントナ置いてますけど、やっぱね2列目よりもチャン目よりも無印 OMF だったらこの CF と CF の間めちゃくちゃ抜け出してくれるんで、例えばこのサイドの OMF から斜めにスルーパスじゃない縦パスとか当てた時、ちょっとセンターバック寄せつけて下がりつつ、そのスペースに無印 OMF 真ん中の選手が飛び込んで、でそのままゴール決めるみたいなシーンもいくつもね後で紹介するハイライトでも出てくるんで、やっぱ無印置いた方がいいですね。でカントナクライフとかその辺を押しのけて選んでる理由は、もう圧倒的にドリブル能力高くてフィジコンボディコンあってキック力もあるんでミドル狙えて、スピシュンはね微妙に見えますけどドリブルね全然遅くないんですよね。まあダブタワンシューとかつけてスキルほぼ完璧にして、あとコンカぐらいですけど、もうコンカも決めれるし、正直ねもう思ってる数倍強いですね。あまりにもこんなにでかくて扱いやすい選手は初めてすぎる。でまあ CF は無印無印とか試したんですけど、やっぱライブレ無印が一番良かったですね。では今からハイライト見せていきますけど、大体の試合ねまあまあまあほとんどは3点ぐらい取れてるんで、結構攻撃力のあるスカットだと思うんで、よかったらぜひねハイライトもしっかり最後まで見ていってください。はい、じゃあまずこの1試合目の1点目のシーン、フォワードは確かオーウェンとタケでやってましたかね。タケでちょっとセンターバックつって他の OMF 使ってカントナ真ん中から抜け出してきて、でここはスルーパスでゴール、まあ分かりやすい形ですかね。ちょっとドリブルでこねて相手寄せつけましたけど、まあ大体こんな感じで裏センターバックの裏開けたらもうカントナが飛び出しちゃうよって感じです。このシーンとかも繋がってないですけど、オーウェンがちょっとサイド逃げてメッシが真ん中入ってきて、ここカントナに出せたらね通ってたんですけど、やっぱカントナ上がってるよね。でまあこういうとこも別に全然ゴール前ではないんですけど、真ん中1個飛ばしてカントナ使うことによってやっぱ中央でドフリーで持ててますよね。これはちょっと焦っちゃいましたけど、この形をゴール前以外でもしっかり、まあゴール前でもそうですけど作ってあげることがこのフォーメでは非常に重要かなと思いますね、個人的には。でまあ結構 OMF の距離とかも近いんで、こういう単純な OMF と CF のワンツー的な感じもできますね。サイドハーフの 4-1-3 に使ってる時よりも結構中央めな攻撃になります。インデシ的な感じで OMF 結構絞ってくることも多いですね。でこの形めちゃくちゃ綺麗ですね。カントナ飛び出してきてゴール、まあ、しっかりとこの辺で逆サイドにまず振ってで OMF ちょっとフリーランできる環境を作ってあげて、奥飛ばして飛ばして真ん中やっと使うって感じのいい崩し、もうめちゃくちゃチャンスになりそうな時を狙って出したって感じですね、今のシーンは。でここは試合変わりましたけど、まあ単純に逆サイドに繋いでいってゴールって感じですね。でこの試合2点目がねものすごい良かったんですけど、後半のまあ OMF 真ん中 OMF にルンメニゲ無印なんで使ってる状況かな、スーパーサブなんで。
マラドーナでここで受けてルンメニゲが抜け出してきてゴール。まあちょっとこの辺で位置関係、マラドーナ多分左 OMF で使ってたんでバグってはいるんですけど、まあしっかりやっぱルンメニゲいい飛び出ししてくれますね。これが無印なんですよね。まあこのシーンもゴールにはならなかったんですけど、やっぱ真ん中 OMF1 個飛ばして使ってる攻撃ですかね。オーエンからフリット2トップで横パス交換してカントナ使って横パスつないで、これはちょっと当たっちゃったんですよね。でもやっぱここでね、真ん中 OMF がフリーで受けれると寄ってこなかったら運べるし、この時みたいに寄ってきたらパスできるんで、まあ、結構大手なんですよね。ウイレの頃からずっとね押してる僕が大好きな攻撃ではあるんですけど、イーフトでも最近結構強くなってきてんのかな。こんな動き出し良かった気はしないですけどね、最近まで。ここもいいね、しっかりとカカでカントナ抜け出せるなと思って、もう長い横パス斜めのパス入れてカントナ抜け出してゴール、素晴らしい。ここもまあ若干違うけど似たような感じかな。メッシでこの辺でボール持って長い斜めのパス入れて、でカントナ抜け出してきて、ここでダブルタッチ入れてコントロールカーブ。まあ左の CF オーウェンが結構広がってくれてたんで、 OMF 結構スペースあって、まあ、ドリブル仕掛けれたって感じかな。まあウィレの頃も言ってましたけど、やっぱ真ん中 OMF 無印にするとね 3CF 的な感じで中央の厚みがものすごい増すんですよね。でこれターラツミダさん左の OMF で薄適正でスーパーサブで使ってたんですけど、まあ薄適正を感じないぐらい強かったですね。まあサイドハーフウィングのあるフォーメーションじゃないとターラツミダさん使えないから、それもあってね 4-1-3-2 のサイドとか、まあ、それから技術3CF のやつとか使ってたんですけども、これ見てね OMF しかないフォーメーションでもターラツミダさんいけるなって思っちゃいましたね。でまあ1個飛ばして実際貯めてるだけなんで、真ん中じゃなくてもこんな感じで横パスつなぎながらサイドの OMF 抜け出すタイミングを伺うっていうやり方も全然ありますね。これは綺麗。全然関係ないとこでパス回ししてましたけど、サイドの OMF 上がってたんで、それの時間をパスで稼いでたっていう感じですかね。でまあこのシーンは全然関係ないシーンなんで、ちょっとカットしようかなとも思いましたけど、カントナの強さ見せたいんでちょっと見せときますが、まずここ受けて、ここスライドスライドしてスライド、ここかわして左足で、まあこのシーンもカントナがエグかったシーンかな。ここで一歩外してちょっと前向きたいなと思ったけど、いっぱいディフェンスいたんでちょっと引きつけて引きつけて回って左足。あのね、無印 OMF の抜け出しとかももちろんいいんですけども、カントナ個人がまずめちゃくちゃ強いです。もう本当に僕的には大好きな使用感してますね。でここもワンツーして抜け出して、パス越しないのにしっかり飛び出してくれてアウトスピン。本当にカントナね、もっといいガチャで登場してほしかったですね。このシーンもビエラに潰されずにしっかりキープして、ここ間行ってアウトスピン。いや普通にね、まあ、昨日の配信とかでもビエラ富安さんとかに全然潰されなかったし、やっぱやばい使用感してるんよね。でここもビエラでパスカットして1個縦にガンと入れてカントナに落として、カントナ間ぶち抜いて、これはちょっと弾かれちゃったんですけどしっかり決めきると。やっぱこの落とした後のカントナのね推進力がやっぱ強いんで、まあウイレの頃の OMF ルンメと同じ感じかな。やっぱ推進力が好きで、結構 OMF 無印カントナを今使ってるって感じですかね。でまあこういう単純な一人経由してのまあワンツー的な感じの攻撃もやっぱツートップなんで強いですね。まあこの試合のこの最初の得点シーンもツートップで横パス交換してダブタダイレで、ちょっと攻めが詰まったなって感じてきたら、もうここで CF で落としてショーフラとかもやっぱ全然強いですね。だからまあいろんな攻撃できるのもやっぱこのフォーメーションのいいところかなと思いますね。 4-1-3-2 よりもより中央でできるんで、まあまあ中の崩すパターンが多いかな。今このシーンもやっぱ無印 OMF の抜け出しが生きたシーン。ちょっとカントナの個人技個人の強さもありましたけど、レオンで貯めて OMF 飛び出してきて、富安さんにここ潰されずにそのままゴールと。やばすぎん。このシーンも結構カントナやばいですよ。ここでカカで奪い返してリベリでスルーパス入れて、まあ取られずにゴール。まあちょっとパス通ったのはラッキーかなっていうところもありましたけど、2人囲まれて潰されないのやばい。ではもう最後の5点目はもうシンプルに抜け出しですね。カカの、カカ多分これ ST で使ってたかな。でここまた抜け出してカントナ無印 OMF ここまで上がってきた。で1個かわしてコンカやば。だこういうところもね、無印 OMF なら、まあ、あんまりねパス号とか使わない方がいいですね。もう元の抜け出しがいいんで、もうその AI に頼った方がいいと思います。まあここはちょっとフリットが OMF 的な感じで、ここでね下がって起点になったんで OMF 的な働きをしてくれてるんですけど、ここでパスつないで CF につないで、ここ後ろから上がってきてそのままゴール。やっぱこういう後ろから走ってくる選手に対しての落としのパスやっぱ強いですよね、この攻撃で。もうこのカウンターは圧巻ですね。2トップ 3OMF だからこその距離感もありますし、もう攻撃枚数がやばい。もうここめちゃくちゃ近いし、ここビルツ抜け出してもうえぐいね。やっぱ中央の攻撃って楽しいですよね。でここはマラドーナで貯めて CF 使って低い位置 OMF 飛び出してきて、カントナここでちょっと寄せが甘かったんで、ここから仕掛けて後ろ下がって
がって仕掛けてアウトスピン。なんかカントナの動画になってないから大丈夫かな。でここはカントナに預けて、やっぱ OMF なんでしっかりサイド近い距離で上がってきてくれて、これはまあ惜しかったですね。でまあこのシーンもカントナ圧巻でしたね。富谷さんでここ奪ってカントナ預けて一回サイド使って CF に斜めのパス入れて OMF 落として、ここの推進力強すぎる。マジでウイレのルンメもねこんな感じやったから僕大好きやったんですよ。もうその推進力をもう完全に再現してくれてるかなっていう感じしますね。まあここも中央攻撃の良さ、距離感の近さの良さが出たシーンですかね。ビエラ、メッシと繋いでフリットで、カントナと繋いでカントナのキープ力エグいで、サビオラ1回キープしてでメッシ上がってきてスルーパスでゴール。やっぱ無印 OMF の抜け出してほんと賢いですよね。このメッシ最高じゃない。このシーンもサビオラに預けてここカントナに落としてメッシ上がってきてメッシがフィジコンしっかり見せてゴール。まあこういうシーンも見てたらやっぱ両サイド無印 OMF の方がビルドアップはちょっとやりにくくなりますけど、攻撃のまあ厚みは増すかな。勢いはすごいですねっていう感じですね。だいぶハイライトプレイ集、まあ試合の得点シーン見せていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。もう本当にこのフォメはとにかくまあサイドでもそうですけど、上がってくる OMF をしっかり使ってあげるっていうことが大事ですかね。でまあここの真ん中 OMF、 もちろんねリンクのクライフとか、まあ、カカとかももちろん強いんですけど、やっぱ一番はね個人的にはこのカントナ、あくまで個人的にはですけど、もう本当大好きな使用感してるんで、まあ獲得必須とは言わないですけど、気になったら取ってみても正直後悔しないレベルの強さは持ってると思いますね。とりあえずこのフォームはねいずれ登場したら絶対に確保しておきましょう。 OMF がちょっと絞った形のやつもありますけど、それでもいいんで、やっぱ 3OMF めちゃくちゃいいと思います。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。